シュプシュの丼屋さんだよ。みんなに美味しい丼を食べさせてあげよう。ここにいる。もしもし、あゆくんですか？忙しそうですね。どこ行くんですか？今から出てくる。あ、今から、ちょっと前の職場の人がさ、ちょっと話聞いてって言ってる。なんか悩みがあった。いや、無理無理。なんで無理よ。これって今からビバン見に行くの。これ書いてくる。ビバン、なんそれ。え、ドラゴン。これはビバンも全人類が見てるから。え、見てよ、私見てよ。いやいや、あゆく、あゆく忙しそうやな。いや、そのビバンとさ、相談、うん、どっちが出るの。相談に決まってる。そりゃそうだね。なんやねんそれ。そりゃ相談の方が大事だわ。当たり前やろ。行ってあげて。キモいね。ゆっくり行ってきや、二人で。二人で。うん。連れて行くわけだよ。え？連れて行けるわけない。なんでなんで？え、お風呂は？え、だから入れといて。お風呂と寝かしつけと、あのこのすんごい部屋から。どこ汚いんやけど、ね。めっちゃ汚い。あのさ、早く行きたかったら行ってきや。さ、頼むでほんま。どうする、あゆくん。どうする、あゆくん。あ、もしもしてるんですか。もしもし、あゆくんですか。あ、今どこにいます。あ、今日ママがいなくなったので、パパと二人きりですけど、やっていきそうですか。もしもし。まあ、とりあえず今日はあゆくんご飯食べたんで、お風呂入って歯磨いて寝かしつけまでやろうと思います。まあ、とりあえずもうちょっと時間あるから、ビバン見に行けんけ、あゆくんちょっと遊んどいて。やっほーって、やっほーやっほー。はい、はい、じゃあちょっと自由時間ですね。はい、遊びましょう。あやくん、部屋が汚すぎる。片付けせん。どう片付け。パンパン。パンやった。おい。これ。おいしくない。おいしくない。ああ、どうするよ今日。二人っきりやで。シュッシュッシュッ。本読む。大きな栗の木の下で。アンパンマン、パパンマン、クラムスイーツ、アンパンマン、ふわふくキッチンデラックス、パパ、これええな、パパ、1万円すんで、綺麗なおもちゃ、これがいい、これ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 、アンパンマン好きやな、最近、パパ、パパ、パンパン、パンパン、とりあえずさ、片付けよ、片付けてください。おわわわわ、おい、何してよ。はい、入れて。おい、片付けおるか。なめた。どっちできた？これ、これ。え？これがあるよ。え？これ。これ。ジュース。ジュース？ジュース飲みたい。ジュース。お風呂上がったらジュース飲む？これ。お風呂入る？脱ぎ脱ぎする？お風呂入るか？うん。お風呂入る？うん。俺片付けたお風呂入る？はい、一個。はい、タッチ。脱ぎ。
あ、待って、おむつとか持ってこにいけよ。おん、あ、なんだ、これしょ、これしょ、ジンベ、ポケモン。よくもう来月二人暮らしやから、ええ練習やな。上がるよ。あ、おらんのやつ。よいしょ。上がるよ。上がるでね。かっこいい。やめ。ナイス。ナイスアシスト。ナイス。これって上上。上、これ上やで。よし、かっこいいじゃん。はい。で、あっち行ってパミカ沸かして、ジュース飲もうか。ジジなの。はい。お風呂に今上がりました。あゆくんはですね、だいたいお風呂上がったらアクア飲んで歯磨いてねんねします。今日はですね、ママもいないので二人でアイスでも食べながらゆっくりしようかなと思います。おいで、ジュース。アクア、おいで。ジュース飲む人。はい。おい、よいしょ。待っててよ、ジュース飲む人。はい、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 ジュース飲む人。はい、はい。すっきりアクアを飲んでいきます。夜はちょっとでいいって言ってたんで、飲まねえな。よし、ではこのアクアをあゆくんにどうぞ。今日はですね、あゆくんとあゆママと3人で広島にあるキッズランドっていうとこ行って、そこはですね、ボールプールとか滑り台とかたくさん遊具があるところで、ここではしゃいでおりました。最近ちょこちょこパパに似てるねって言われるんですけど、どっちにかね、どっちにだと思います。ママかな、パパかな、どっちがいい。プチキッズ、ゴシゴシするぞ、ゴシゴシ、ゴシ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 、シュッシュッシュッ、目つつくな、目つつくな、目痛い痛い、目つくなっても。あゆくん寝てくれる？寝てみようか。おい、ちょっと来い。お前ちゃん、うん、痛いよ。結局ビバンも見れんかったしさ。皆さん見ました？最終回僕はね、結局1話も見てないんです。でもなんかやたら話題になってたんで、最終話だけ見ようかなと思ったんですけど、見れなかったね。ビバンどんな内容だったかまた教えてください。それとね、あのワンオペも本当大変だなっていうのをつくづく感じるわけですけども、男性でワンオペしてる方いたら、もういろいろとどんな状況だったか、まあこういうことやったらいいよとか、なんかいい情報あればコメントで男性の方からもお待ちしております。早く寝ないと君怒られるよ。うん、おう、よしよしして、早くよし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 、早くもよし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 、はい、寝ましょう。おやすみなさい。Enjoy.